バルブ・アカリーは、フランスの貴族、カトリック教会カルメルカイ修道所、副社。バルブは、報復貴族、アブリオケの娘として、パリに生まれ、10代の頃、修道生活に憧れていたが、両親の反対により同じ貴族男性、ピエール・アカリーと結婚した。ピエールとの間に6人の子を設け、そのうち、後に、司祭、修道所になる者もいた。 彼女は社交界に活躍し、その容姿から美貌のアカリーと称された。夫はその状況に満足していたが、世俗的価値観に委ねられることを非常に恐れていた。アカリーは司祭に相談し、バルブに信仰に関する書物を与えた。その書物を読んだバルブは信仰に目覚め、その生活を送るようになる。バルブは事前活動をはじめ、キリスト教を中心としたサロンを開いた。 この顧客には、フランシスコ・サレジオ、バン・サンド・ポール、そしてバルブの親戚で後に彼女と対決することになる、ピエール・ベルールがいた。ある日、バルブのサロンの常連の一人、ジャンド・カンタナ・ドワーヌ・ブレティニーがフランス語訳をされた、アビラのテレサの著書を紹介した。それが、戦争カルメルカイトの出会いであった。彼女は、アビラのテレサに感銘を受け、 戦速カルメル海をフランスへの導入を決心した。しかし、戦速カルメル海を管轄に置いていたリアシカルメル海はスペイン以外での創立に消極的姿勢をとっていた。バルブはそれを諦めず友人の聖職者の協力を得てフランス導入計画を成功させた。ペリュールは死者としてスペインに赴きアビラのテレサから指導を受けた修道女王6人選出し、 フランスに帰国した。その修道女の中に、スペイン王女、イサベル・クララ・エウヘニアの友人で後に、フランドルに修道院を建立するイエスのアンナとセーバルトロマイのアンナがいた。バルブは初めて戦則カルメル会修道女に出会い、友人となった。その努力が、結びフランス初の戦則カルメル会修道院がパリに創立された。しかし、ベリュールはその修道会を、 自分の参加に収めようとした。それに気づいたバルブは、アビラのテレサの精神を守ろうと、ベリュールと対決し、彼に勝利した。その修道院は、フランス各地に創立されていくようになる。だが、彼女に不幸が襲った。1613年、オット・ピエールが病気で死去。彼女は、自分が導入した戦争カルメル会に入る決心をし、1614年4月に、入会。 女修女として、誓願を立て、ご託心のマリアと名乗った。晩年、神秘体験を受けたがつつましやかな修道生活を送り、修道院長に選出されたことがあったが彼女はそれを辞退した。1618年4月18日、廃炎により、ポントワーズで死去。アカリー修道女の生成が、教会に認められ、1791年、劣服された。 ありがとうございます。